まちゃ、れっちゃんでーす。今回もジャンプチェやっていきたいと思います。はい、ということで、今回はこちらの、ボクトさんであってるっけ、配給のこちらのキャラを、上級曲、3、4ターンぐらいで、攻略していこうかなと思います。で、パーティーこんな感じですね。記念が1体だけ入っております。で、サブの方に、記念と無双が入ってますが、記念の方はとりあえず代用が効きます。で、無双の方がね、ちょっと、まだ探してないのでわかんないんですけども、まあ、必殺プチ変換で、必殺技与えるダメージ上げてくれるやつを入れてください。で、順番ね、ちょっと今変わっちゃってまして、こっちの方がいいっていうのにちょっと変えたいと思います。はい、ということで、ちょっと編成を変えてみました。まあ、順番変えただけなんですけども、これで、多分4ターンで倒せるかな。こんな感じにすれば4ターンで倒せると思います。ということで、やっていきましょう。さあ、やっていきたいと思います。1ゲージなんで結構楽ですね。では、まず、必殺プチ作っていきます。で、さらに必殺プチね。まあ、ここは基本ダメージ 120% になってますが、まあ別のでも多分いけんのかなって思います。まあどんどんこれ作ってって、つなげていきましょう。さあ、で、ここで、一回弱体化させていきます。OK。で、必殺プチ作りながら攻撃力を上げていきます。こちらは必殺技の方ですね。で、ここで、通常攻撃で与えるダメージ 30% 上がります。これが4ターン目にも続くので、いい感じですね。では、ここで、手回りのところで、基本ダメージ 30% 上げて、攻撃力を 4% だけ上げます。これで全員 130% になってます。で、ここでさらに火力を上げていく。で、ベジットのこれ出して火力を上げていく。で、最後ここ取って殴ってみましょう。もしかしたらこれ、全部削れるかもしれない。どうでしょうかね。ああ、やっぱちょっと残りますね。じゃ、このちょっと残ったのを、殴って倒します。プチはどこがいいかな。ここつなげて、悟空撃ってもいいんですが、いや、悟空撃ちましょうかね。悟空と、これを撃つと、まあ、ちょっとオーバーしちゃうんですけど、これで決められます。うえーい。かなりオーバーしました。はい、ということでいかがだったでしょうか。ボクトの、超究極攻略動画でした。いやね、意外と簡単にうまくいきましたね。いや、でも、やっぱ悟空は必要になってくるかと思います。他のキャラだとね、多分攻撃力アップの必殺のやつが、どうだろう。こん中の、持ってるやつだとこの中しかいないんですけど、この中に多分いないはずなんですよね。悟空以外挙げられるキャラが、あー、これかな。多分、たけしぐらいしかいないので。これだとちょっとね、半分以下ぐらいになってしまうはずなので、今、悟空がね、6の状態で 23% 上げてるので、まあ、これで考えるなら、8まで上げても 23% までいかないので、少しね、他のキャラのね、必殺レベルとかを上げる必要が出てきそうですね。
代用できるのは多分たけしぐらいだと思います。でまあ他のやつは反撃と、攻撃タイプのねキラーを入れたんですけども、攻撃タイプじゃなくて両方とも反撃でももしかしたらねいけるかもしれないので、ちょっとそこをねまた後でやってみたいと思います。反撃だとねこんな感じなので、まあこれが使えればまあいけるかなって感じですね。はい、ということで今回こんな感じで終わりにしようかなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せてありますので、フォローをぜひぜひよろしくお願いします。ということでまた次回お会いしましょう。またねー。